予定とか立ててるのかな。俺はね明日、うん、日曜日いつものように、うん、まずサバゲーに行き、もう冬だが、うん、まだまだ雪降るまでやるから、おー11月後半ぐらいまで、そうね、それぐらいまでギリギリまでやるんだ、やるよ。でサバゲー終わったらまあどっか飯食いに行き、うん、まあ明日はそのくらいで終わり、うんうんうん、明後日は奥さんがねちょっとね行きたいっていうところがあって、はい、そこにね連れて行ってあげつつ、うん、まあどっかウィンドウショッピングなり、うん、どっか散歩できる、今紅葉の季節だから、うん、紅葉もちょっと一緒に見に行けたらなっていうところでね、うん、ちょっと予定を組んでいるところなんだよ。坂本はなかなか充実してるね、うん、そうでしょ、うん、坂ちゃんはなんかあんのかい予定は。いやーゲームしよっか世の中は3連休、まあまあまあそれと、うん、整骨院行こうかなここ1週間でよ、うん、2箇所から言われたんだよな、うん、で、あのジャスマックの、うん、温泉のマッサージを、うん、半年ぶりぐらいに受けたんだけど、おいおい、そしたらいつもついてくれている男の人がもんで、うんうん、サボさん背骨歪んでますねみたいな、はあ、もんでたらわかんのかな、わかるんじゃないかい、ね、背骨はまずいぞ、背骨が歪んでますねって言われて、うん、猫背でしょとか、うんうん、ちょっとパソコン作業が多いんじゃないですかみたいな、あもうその通りじゃん、ずっとパソコンに座ってますねって言ったら、うん、ああこれはちょっとマッサージでは、うん、直せるかとか怪しいし、うん、やっぱ整骨院をおすすめしますよって言われて、うんうん、行かないとなんか背骨がどんどん曲がってきてるようだ、背骨曲がってきたらマジ体調崩すからね、最近やっかちょっと体調悪いかもな、あり得る、うーんなんかちょっと悪いかもな僕元気そうだけどな、季節の変わり目かなと思ってはいるんだけどさ背骨関係ないから季節、なんかちょっとね最近ジムで走ってても、うん、今までは2キロ、はい、ノンストップで、うん、時速10キロで10キロ、はい、計2キロをノンストップで走り続けたってのを毎日の習慣にしたんだけど、うん、最近なんかねちょっと疲れが出始めて時速 9.5 キロとかにしてみたり、うん、下げてね、真ん中でちょっと少しウォーキングタイムを挟んだりして、うん、なんかあれ体調悪いかなみたいな、背骨関係あるかなそれ、うん、あるような気がするんだよね、うんうん、あと声も若干ダンディーになってきてそれはね絶対関係ないよいやそれあると背骨だと思うんだよね、声の出方はなんかねラダンディーですねってよく言われるんだよ、うん、でも曲がってるだけだろ、なんかゾクッとくるみたい、え曲がってるだけだろ背中、背中が曲がってるのはある、うん、がやっぱ背中が曲がってると肺とか全部曲がるじゃん、そうね、発生期間全部が曲がってきて、うん、でなんかね最近よくやっぱ大人の魅力を感じますねみたいなことをよく言われるようになってきてまあ致し方かなと思ってはいるんだけどさ、うん、うん、いや思い込みだなきっとな、全部性格も上がってる、それ関係ないだろ、それはしょうがないもん、それ関係ないだろ、あの治らないから絶対それ、性格は別に関係ないだろ、うん、人間性も曲がってるしな、ね、背骨が曲がると声がちょっと変わってくるのかなっていうふうに思ってるところなんですよね、うんうん、まあいいかなっていう大人の魅力でダメよそれ、当たるつでいいかなとは思っているが、いつも体調に気をつけろっつってのあんたなんだからさ、まあ、呼吸しにくくなるという話、うん、今のところ、うん、あまり感じないが、よっぽどだべ、鼻スプレーのしすぎで夜中全部鼻詰まってるから、うん、ずっと口呼吸になってて夜中起きた時に口の中カッピカピなのよな僕、舌とか舌もカッピカピ、うん、張り付いてる感じ、張り付いてる感じ、うん、それ直したいよな、え、それさあの濡れてるマスクとかつけたらチーズ臭い、坂本かけないだろチーズ臭さは口開けてるだけで出たらチーズ臭いとかかけないでしょ、それなんかの病気だからな、チーズ臭かったら、なんでマスクは寝てる時の何あの濡れてるさ、うん、なんかガーゼみたいの入れるマスクあるじゃん、うん、あれとかしたらどうよ寝てる間、そもそも口呼吸をやめたいのよな、鼻が詰まってるから口呼吸になってるんだよな、うん、でも鼻が詰まりを治すためには配信をやめなきゃいけないのよあーじゃあ無理だなもうな、声出せないのよ鼻詰まってて、うんうん、こんな声になるからさ鼻詰まっててさ誰もついてこないな鼻スプしないとマジでこの声で放送することになるから、うん、芋臭いな声だな、だろ、うん、この声だったらさ、うん、誰かわかんないわけよ、全然わかんないヘリウム打ち込んだみたいになるじゃん、そう、ね、でも鼻スプしない いつもの僕の声こんな感じなのよ、だから逆に見バレしないのよこの声で、あそうね、
サウマの人とかに見舞われしないのはこのためなのよ。マスク以上に鼻詰まってるから声わかんないのよ。戻してで鼻すすると、この声に戻るのさ、うん、鼻って重要な器官なんだよな。でもなんかもっとそのつまらなくなる鼻すぷってないのかい。いやー、いろいろ試したんだけどさ、うん、まずナザールでやばいなと思って、慢性、うん、ナザール中毒ってあるよね。慢性中毒になってやばいと思って、うん、変えたら、それもやっぱり1年2年ずっと毎日続けてるとこういう風になってくんだよな、うん。ヤマさんこの声だとねちょっとね、うん、おかしいと思うんだよね。そうね、誰もついてこないね、うん、もうね、知らねなんでカンタ出てきたよレーザー治療があるか、そういうのでそもそも、ね、鼻の奥焼くかな。あ、やるわ。あり得るねそれね。一回さ、僕ちょっと体全部メンテナンスしようと思ってて、うん、でマッサージの時に背骨曲がってるって言われたじゃん、うん、それがさ今週さ、うん、僕あの半年に一回定期検診、歯の歯医者行ってんだけど、うん、歯医者であのなんかレントゲン、うん、取ったりそのなんかチェックするじゃん、歯のチェック、うん、いろいろね。そしたらさ、タブレットにさ僕の歯の状態が出てるわけさ。そしたらさ、なんか33333って書いてあって、うん、これなんですかって聞いたら、うん、あ、これ歯茎の状態で、うん、あのもしかして坂本さん猫背だったりしますとか、ずっとスマホを見るときに、うん、その猫背になって、うん、前かがみね、腰かがんで背中丸まってたりします、うん、まあ、大体丸まってますねって、うん、猫背で歯茎が下がってくるんですよみたいな、うん、マジで言われたのよ。猫背で、あ、ずっとこう顎ついてるから、わかんない、下に下がってくる原因なんだって猫背が、どこまで猫背原因よ。うん、でもマジで、ね、猫背気をつけた方がいいんだよ、うん、俺高校の時、うん、背骨あの 歯並びがさ噛み合わせが悪くて、うん、背骨が曲がったっていうことがあるんだよ。だから連動してるんだな。そうそう、それでマジ具合悪くなるから。猫背100やって1位なしか、なしなしで、僕その場で2択迫られてさ、うん、これ以上の歯茎のなんか進行を食い止めるためには、うんうん、猫背を治すか、うん、常時舌を上顎にくっつけたまま生活するかの2択ですって言われて、うん、どっちも無理よ。上顎楽でしょ。いや無理でしょなんでよ。だってくっつけるの意識しないとくっつかないじゃん。うん、まあね、口の中の空洞でかいのよ僕。おだからずっと下にあんのよ、うん、下が、うん、それがもうダメだって。くだらないけどな。おくだらんか、うん、だからちょっと総ざらいで直すとこ直してこようかなと思って。まず背骨大事よ。まず整骨院でしょ、うん、もしかしたらコルセットかなんか渡してくれると思うわ、うん、整体と整骨院と同じ、ちょっと違うんじゃないか。行くわ整骨院、うん、いや座椅子も変えようかなと思ってさ。姿勢矯正座椅子、うん、あと骨盤うんぬみたいなさ、お尻に引くやつとかもいいと思うよ。お尻に引くやつ、うん、骨盤からこう上げて背骨まっすぐするみたいな、うん、それもやるわ。いろいろあるぜ。あと何やろっかな、ちょっと全部メンテするわ。鼻のレーザー治療もやってこよう。うん、うん。